はい、こんにちは。札幌占い美容室葉山貸しの後藤です。今回は、今さら聞けない、シーズン1の、今シーズン1を今やってるんですけども、勝手にシーズン1にしました。なんか続いていければいいかなみたいな感じで、シーズン1、まず今さら聞けないシーズン1の今日のお題はパーマの巻き方です。ちょっとした工夫で、ロットの収まり、根元のカールがちょっと強くかかったりします。じゃあどうすれば根元の方が強くかかるでしょうか。以前の動画では、根元の方にしっかりパーマがかかる方法をお伝えしました。今回は根元の方にしっかりかかる巻き方です。これをレクチャーすることによって、ショートスタイルの根元からしっかりこうかけるようなパーマだったりとか、それ以外にもですね、いろんなことに使えると思いますので、ぜひちょっと使ってみていただけたらいいかなと思うような、ちょっとした裏技まではいかないですけど、知ってたら申し訳ないかなって感じです。はい、ちょっと、今日営業でもすでにもう11時超えちゃってるんで、11時超えてるんでちょっと疲れてますが、裏にあったのがこれなんで、ちょっとこれでいいでしょうか。で、何をお伝えしたいかというと、巻き方です。巻き方って何っていう感じだと思うんですが、本当にちょっとしたことです。まず皆さん、このロットを巻くときってどういう風に撮ってますでしょうか。ロットを巻くときって、こう例えばここにね、1本ロットを巻きますっていうときに、まっすぐスライス取りますよね。これってまっすぐスライスをこういう風にまっすぐ取るよりも、もっと収まりがいい方法が実はあります。このまっすぐ取って、このように収めていく。巻いてみましょう。まっすぐスライスに取って収めていくっていう方法ですね。こういうのような感じで巻きますね。そして止めます。止めるじゃないですか。でこういう巻き方が一般的かなと思うんですけど、ほんのちょっとした工夫です。じゃあその工夫って何なのかなっていうと、映像でちょっと分かりやすいかどうか、ちょっと下の方でやりましょうか。じゃあここに1本ロットを巻くとして、じゃあこの辺でいいでしょうか。見やすいところだとこの辺でしょうかね。この、はい、ちょっと今極端にやりますね。こういう感じにしていくとカールが収まるんですね。散らないカールができます。なぜかっていうと、こういう風にするとカールが真ん中に寄ろうとするんですね。なのでこうちょっと真ん中に収まるようなパーマがかかります。これはこのブロッキングによって違います。例えば、下をこう丸くすることによって、例えばね、こういう下を丸くしてパーマをかけた場合どうなるかっていうと、外に、行くような感じになる。ちょっと収まりが悪いですね。でこのまっすぐは悪くはないんですけれども、より収まりを良くするには、若干少し丸く取ってあげることですね。こういう感じです。これで例えばパーパスのスタイルを巻くときに、若干こういう形で巻いていくと結構収まりが良かったりします。で極端にやると、あんまりここを出してしまうとね、良くないので、本当にちょっとなんですけど、ちょっと分かりやすく撮ってますけどね、ほんの少しをこう山切りで撮っていくことに、こういう感じですね。また次も、このような感じで撮ります。ちょっと極端ですけどね。本当は、ほんのちょっとなんですけど、少し山切りカットぐらいです。で、この次も少し山切りカットぐらいに撮っていきます。これで巻くことによって収まりがすごく良くなるんで、この
ブロッキングの取り方によって結構変わります。でこれが第1弾で、これにちょっと続きます。第2弾があります。